皆さんこんにちは、魚です。今日も動画をご覧いただいて誠にありがとうございます。さて今日はですね、こちら X106 ですね、ようやく手に入りました。カメラの北村でですね、抽選当選しまして定価で買うことができました。カメラの北村さん、ありがとうございます。というわけで今回はこの X106 を買ったはいいんですけれども、やっぱりね、期待しすぎていた部分だとか、その期待をね超えてくる部分っていうのがあったんで、焦って買うっていうのはちょっとおすすめできないので、まあ、この X106 の正直いまいちなところと、まあ、期待以上だったところっていうのをお話していきたいと思います。まずね、いまいちなところをお話していきたいと思うんですけれども、一つ目がですね、オートフォーカスの音がうるさいんですよ。結構ね、最近のカメラとは思えないぐらいウィンウィンジコジコ言うんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですが、はい、今の音分かりましたかね。ウィーン、ジコジコっていうような、ちょっとね、最近の、まあ、ソニーの、まあ、純正レンズ使ってる時の無音のね、こうスッとフォーカスが合う感じに比べると、ウィーン、ウィーン、ジコジコジコっていう、こうなんていうか昔ながらのね、オートフォーカス合わせる音が聞こえるっていうのは、ちょっとね、びっくりしました、はっきり言って。今の最新のカメラでもこんなジコジコいうオートフォーカスのレンズ搭載してるんだっていう、まあそんなしょっちゅうなるわけじゃないんですけど、ちょっとね、こう、フォーカスが迷った時だとかに、そういうなんかジコジコね、とかするっていうのはちょっといまいちかなっていうところでございます。はい。まあ、二つ目なんですけれども、このね、ファインダーのところ、OVF と EVF を切り替えられるっていうのがポイントなんですけれども、メニューをいじってる時に、どうにも切り替わってしまうようで、カチャカチャうるさいんですよ。メニューをいじってるだけで、OVF、EVF のメニューをいじってるわけではないのに、ちょっとね、こうメニューの項目を変えていくときに、カチャカチャカチャってファインダーが切り替わってしまうっていうのが、正直ちょっとうざくて気になるというのが、一つでございます。はい。で、続いてなんですけれども、このね、背面側、まあ、ボタンがいくつかあるんですけど、ここにね、まあ、十字キーというか、こう、操作できるボタンがあるんですが、このボタンが指に刺さる。小さいんですよね。とにかく指に刺さって使いづらいっていうのと、ファンクションボタンみたいな、Q ボタンっていうのがここにあるんですけれども、すごい小さくて、とにかくボタン例がね、小さくて押しづらいっていうのは、やっぱりフルサイズ機なんかに比べるとちょっといまいちなのかなと思います。あ、そうだ、これ、このジョグダイヤルですね。ジョグダイヤルの部分が、まあ、細くて指に刺さるっていうのが個人的には結構気に入らないところでございます。はい。で、まあ、これは分かってはいたんですけれども、もう一つ、ボケ量は少ないです。F2 のレンズを積んではいるんですけれども、センサーサイズが APS-C なんで、フルサイズ換算大体 2.8 ぐらい、F2.8 ぐらいのボケ量ということですね。まあ、F2.8 のボケ感なんで、十分といえば十分なんですが、まあ、ボケ重視、背景の玉ボケだとか、まあ、とろけるようなボケ重視っていう方にはちょっとまあ向かない。ただ、まあ F2.8 程度のボケで十分っていう方にはまあいいのかなと。まあいまいちというか、まあ普通というか、というところですね。はい。そしていまいちというか、期待しすぎていた部分なんですけれども、これ4000万画素積んでまして、で、このね、まあ、割当てによるんですが、レンズの前のダイヤルを回すと、デジタルクロップされて、通常 35mm の画角が 50mm と、70mm に変更することができるんですけれども、ローで撮ってる時にそれが反映されないんですよ。要は、撮ってる時の、見た目は 50mm、70mm になってるんですけれども、いざ家に持ち帰ってパソコンで開いた時に保存されてるのは 35mm の画角で撮ったものなんですね。まあ、そこから自由にね、こうクロップしていじればいいのかもしれないんですけれども、撮影した時のテンションで、70mm で撮ってるのに残ってる写真は 35mm っていうのはね、ちょっと、もう少し何とかなんなかったのかなっていうところですね。ソニーの α7C2 なんかで、アスペクト比を変更して、まあ、横にね、細長い写真なんかで撮ったりすると、ロード、ライトルームとかで読み込んだ時に、上に、ローのデータが残ったまま、クロップされて、撮影時のサイズになっているっていうのが、できるので、多分、この X106 の技術的にはできるはずなんですけれども、
なぜかローだとクロップされずに保存されてしまうっていうのが、ちょっとね、そのデジタルクロップに期待しすぎてたかなっていうところですね。ただ JPEG 取って出しの人にとっては、まあ、35mm と、50mm と 70mm が使えるんで、すごく便利な機能だとは思います。はい。そして、まあ、いまいちでもなければ最高でもないというか、なんというか、表裏一体の部分についてなんですけれども、まずやっぱりね、めっちゃ軽いです。普段フルサイズ使ってる方からしたらもう軽すぎて逆に不安になるぐらい軽い。ただその反面、やっぱりホールド感はね、すごいいまいちなんですよね。グリップつけてないっていうのもあるんですけれども、まあ、特にね、この絞りリングが操作しづらいっていうのが結構嫌なところで、2箇所ね、こう持ちやすいようにタブがついてはいるんですけれども、こう結構指を回してグリップ回さないといけないような感じなんで、こうファインダー覗きながらすごく簡単に回せるかって言われると、うん、やっぱりそれはフルサイズのちょっと大きいレンズの方がいいのかなっていうところですね。はい。そしてもう一つなんですけれども、シャッター音なんですけれども、3種類から選べて、ちょっとね別の動画で、シャッター音の動画出してるんですけれども、どれもねやっぱすごく軽いんですよね。重厚なシャッターフィール感はないと。なんで一眼レフだとか、まあ、α7-3 みたいなね、シャキッっていうようなシャッター切ってるのがすごく気持ちいいっていうような重いシャッター音はないんですよ。結構なんかポコパチピチみたいな軽い音っていうのが個人的にはそんなに好きじゃない。反面、逆にその軽さが撮影してる時のね、こうテンポを演出してくれるというか、まあ、いいんだか悪いんだかよくわかんないんですけど、とにかく軽い、シャッター音が軽いんですよ。なんで1枚1枚こうシャッター切ってる重厚感が欲しいっていう時には合わないんですけれども、もうテンポよくねパチ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 撮っていくっていう時には結構いいシャッター音なのかなと、まあ、思ったりすることもあるので、まあ、シャッター音に関しては、まあ、良くもあり悪くもあるというところですね。はい。そしてもう一つ表裏一体というかね、フィルムシミュレーションのところなんですけれども、まあ、リアラエースがね、GFX から降りてきてすごくこういい色味だとか言われてたり、まあ、ノスタルジックネガだったりっていうのがあるんですけれども、まあ、自分は基本ロー現像をして、まあ、インスタグラムなりツイッターなりに出すんですけれども、まあ、ロー現像するなら別にフィルムシミュレーションそんなにいらないのかなっていうのが正直なところですね。で、追加がめちゃくちゃ話題になってたリアラエース、正直そのリアラエースとノーマル、まあこの富士フィルム機でいうとプロビア、リアラエースとプロビアを並べた時に一瞬でこっちがリアラエース、こっちがプロビア、まあ、こういう違いで色はこうやって違ってメグとアンブがこう違いますって言える人はもうかなり上級者、もうプロ級の目の良さと感覚を持っている方なのかなっていうのがあって、リアラエースよくわかんないんですよね、正直良さが。別によく普通に映るんですけども、まあ、本当にごく普通の映りをするんで、自分的、個人的には、まあフィルムシミュレーションはもう、まあリアラエースなのかプロビアかどっちか固定で、で、後でね、ライトルームでいじればいいのかなというところでございます。ただ、JPEG 取って出しの人に関しては、フィルムシミュレーションめっちゃいいと思います。特にノスタルジックネガとかプロネガハイ、だとかのそのフィルムっぽい写りっていうのが手軽に欲しいよっていう方に関しては、フィルムシミュレーションね、やっぱりソニーの、クリエイティブルックとは違って、やっぱりフィルムにこう近い色合いっていうのを出してくるんで、それはすごくいいかなとは思います。はい。そして最後にですね、明確にいいところなんですけれども、まず画質ですね。自分フルサイズ機しか実は使ったことはなくて、ニコンの D750F 機ですね。から α7-3 使って、α7S3 で α7C2 で、妻が使ってる ZF、Z6 と、ずっとね、こうフルサイズ機使ってきて、実際 APS-C ってどの程度のものなのかなと思ってたんですけども、めちゃめちゃキレがいいんですよね。
で、暗いところから明るいところのその階調表現っていうのも、もう結構結構っていうかもうフルサイズと遜色ないぐらい映りますし、老眼像もしてみたんですけれども、なんかこう、シャドウの部分潰れちゃってるなとか、ハイライトが飛んじゃってるなっていうこともなく、もうバッチバチにキレはいい写真が撮れるので、その点に関してはね、本当に買ってよかったなと思える部分です。で、まだ日中のスナップでしか使ってないんですけれども、日中のスナップっていう部分だったら、もうフルサイズと遜色ないって言ってもいいのかなっていうぐらいには、まあ、キレよし、抜けよし、とにかく写りがいいっていう印象を受けますね。はい。で、もう一つ、OVF ですね。この、光学ファインダーに切り替えて使うことができると、やっぱりね、光学ファインダーすごく撮ってて気持ちいいです。写ってる像が見えるものなので、やっぱりね、EVF 画面を見てるより全然気持ちいいんですけれども、レンジファインダータイプの光学ファインダーなので、一眼レフの光学ファインダーほど使い勝手がいいわけじゃないんですよ。ピントが合ってるとこがちゃんと、像があって、合ってないとこからボケるとかっていうような見え方はしないんで、こうガラスをね素通しして見てるだけで、ピントが合ってるところは、電子的に枠が出るというような光学ファインダーなんで、まあ使い勝手がそんなにいいわけじゃないんですけれども、すごく撮ってて気持ちがいいというところはすごく良かったです。はい。そして、さっきね、フィルムシミュレーションそんなに、まあ後でローゲンズをすればいいかなって言ったんですけども、カラークロームブルーだけに関してはもうめちゃめちゃ好きですね。カラークロームブルーっていうのが、要は、ちょっと色が出づらい青の部分を強調してくれるっていう、まあそのフィルムシミュレーションのうちの一つみたいな、フィルムシミュレーションとは別でね、設定できる色設定みたいなものなんですけれども、青空とか、海の青っていうのが見てる印象よりも結構淡く写っちゃうんですよね、やっぱり写真っていうのは。特に青空なんかは、なんか思ったよりもこう白っぽく写っちゃったなっていうことが結構多いんですけれども、このカラークロームブルーだと、すごいこう抜けるような青空がね、すごい綺麗に撮れるんで、その点に関しては、めちゃくちゃいいんで、カラークロームブルーを入れつつ、フィルムシミュレーションは、リアルエースかプロビアで固定して、あとは、ライトルームで調整をするっていうのが僕のやり方ですね。カラークロームブルーはめちゃくちゃおすすめです。はい。そして最後なんですけれども、これ久々なんですけども、チルト液晶なんですよ。チルト。割りアングルじゃなくて、上下に動くチルトなんですけれども、これやっぱりね、写真撮るときは、光軸とその画面が合ってるチルト液晶非常に使いやすいです。で、横からはね、ちょっとこう見づらいかもしれないんですけども、やっぱこう、ローアングル、ね、ローアングルにした時とこうハイアングルにした時っていうのがすごく見やすいんで、このチルト液晶はやっぱ写真機には合ってるのかなと思います。はい。というわけで、いまいちだったところとね、いまいちと良いが表裏一体な部分、あとはすごく良かったところということで X106 についてお話しさせていただきました。今めちゃめちゃ人気で、中古でも、マップカメラの中古で35万とかで出ちゃってるようなもので、確かに個人的に気に入ってる機体ではあるんですけれども、焦って買うことはないんじゃないかなと思います。すでにね、カメラ α7C2 とか、ソニーの話ばっかり申し訳ないんですけども、α7C3 だとか使ってて、で、これを買って劇的な変化があるか、劇的な感動があるかって言ったら、そんなにないかなと思います。で、個人的には α7C2 使ってて重さもそんなに変わんないんで、正直これメイン機にはならなくて、奥さんのサブ機になるっていうところで今、魚家では落ち着いているところでございます。なんで、転売ヤーから買うぐらいであれば、ちょっと落ち着いて、さっきお話ししたね、いまいちなところだとか、いいところっていうのを冷静に、見て、それでも、欲しいかなっていう場合は、正規値でなんとか買うっていうのをおすすめしようと思います。はい。というわけでね、今回は、X6 の、いろんな特徴、いいとこ悪いとこお話しさせていただきました。今後もですね、この X6 の、
スナップの動画だったり、α7C2 のですね、スナップ動画だとか、まあ、tips だとかいろいろ出していきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。